食卓の悩みを解消、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は美味しい丼レシピとなっています。今日はこちらを作ります。鮭とイクラの親子丼。はい、はい、もう間違いない組み合わせですね。はい、今日はこの美味しい漬けだれ、はい、これぜひ覚えてほしいですね。そうですね。はい、参考にしてください。それでは早速クッキングスタートです。はいはい、まずね、そのね、漬けだれから作っていきますね。はい、これ、鍋の方なんですけれども、この中にですね、これはみりんになります。40ミリリットルのみりん。はい、そしてこれがね、お酒ですね。お酒は20ミリリットル。はい、そしてこれを入れたらば、少しね、沸騰させますね。はい、アルコールを飛ばすわけですね、先にね。はい、これみりんとお酒を入れて、すぐにね、沸いてくれるね。そんなに量が多くないので、はい、割にすぐ沸いてきてくれると、あ、ブクブクブクって言ってきましたよね。はい、ブクブクきました。来ましたよね。はい、こうしたらちょっと火を弱めて、このままです。1分ほどこのままでちょっとブクブクブクって言わしておきますね。1分ほどブクブク言わしておく。はい、はい、でこれでスカラのアルコールの方をね、抜いていきますね。はい、はい、そしてここにはね、お酒が小さじ1ほど入っています。はい、ちょっとですね、これはもう少量なので、これもアルコール抜きたいので、はい、600ワットの電子レンジで20秒ほど加熱してください。はい、わかりました。はい、このままお願いします。はい、はい、お願いします。つけだれ覚えたらいいですよ。いいんだっていう。そうです。はい。先生さん、今日鮭とイクラ乗っけて醤油かけると思ってました。どうするんだろうと思った。つけだれすごい興味津々。ちゃんと海鮮の濃いタレだができますから。はい、はい、ね、こうしてる間に、ね、1分ほどちょうど経ったかなと思います。はい、でアルコールがきっちり飛んだところへ、先、はい、後の残りの材料を合わせていきますね。はい、これが水ですね。はい、お願いします。お水が100ミリリットルです。はい、はい、そしてこれね、醤油ですね、入れていきますね。お醤油60ミリリットル。はい、本当でも今日このレシピ通りに作っていただきたいですね。でこれがお砂糖ですね。はい、はい、お砂糖小さじ4。そしてこれね、顆粒のね、和風だし入れておきますね。はい、こちらが小さじ2分の1の顆粒だしです。でちょっとこうね、全体を溶かして、でこれでもう沸騰したら大丈夫です。はい、これまた作っとくといろいろ便利なんですね。そうなんですよ。うん、でこれ作って置いておくと冷蔵庫で1ヶ月ほど保存ができるのでね。うん、たくさんメニュー作っても大丈夫かと思います。うん、これもブクブクブクときましたね。はい、はい、沸いてきました。沸いてきましたよね。もうこれでいいです。はい、でこれ止めて、でこれそのまま冷やして置いておくんですけれども、ちょっと急ぐので、はい、氷水の方で冷やして置いておきますね。はい、はい、さあ、そして次はね、はい、サーモンとイクラの下ごしらえしていきます。はい、まずイクラの醤油漬けです。こちらね、イクラの醤油漬け、これはイクラの醤油漬けですね。はい、でこれに先ほどの電子レンジの中のお酒ですね。はいはい、もう時間もだいぶ経ってるので、はいはい、熱もちょっと取れてるからですね。そうですね。じゃあこれをここにかけていきますね。ここに冷ましたお酒をかけるわけですね。はい、そしてこれちょっとなじませますね。はい、でこれが今日のお混ざりになります。でこれ加熱したお酒を、ね、アルコール飛ばしてあります。これをかけてこのままの状態で 2,30 分置いておくんですよ。はい、そうすることで風味がアップします。 2,30 分置いておくと。はいはい、じゃあこれね、さ、置いたものがこちらになります。そしてそうするとお酒もね、吸ってくれてね、うん、ちょっとね、プッとこうちょっと艶が出たり、うん、張りがあるような感じがしますね。そうです、イクラが膨らんでくれるのでね、プリッとなるんですよね。はい、そうなんです。はい、じゃあこれ置いておきましょうね。これはこれで大丈夫です。はい、そしてサーモンの方行きましょう。サーモンなんですけども、これね、お刺身用の柵でまず買われますよね。はい、で帰ってきたらです、パックに入っているものから水分を取るというのは、こういうふうに、ね、キッチンペーパーに包んで、このような状態でラップでも巻いて冷蔵庫に入れておいてください。あ、もう買ってきたらすぐそれをやったらいいわけですね。水分はね、やっぱりすぐ取った方がいいのでね。はい、でこんな風にもう水分結構取れてます。でこれ切っていきますね。はい、お願いします。これもう今日ね、ちょっとコロコロっとサイコロ状に切っていきたいので、大体でいいですね。こんな風に切っていきましょうか。おお、
結構大きめのサイコロですね。こんな風に切っていきましょう、はい、よいしょ、2センチ角ぐらいですかね。そうですね、はい、これぐらいちょっと今日大きくいきましょう。これもあの好きに切られて大丈夫だと思うんですけどね、はいはいはい、これぐらい切れました。切れたらお皿の上にねと置いておいて、じゃあこれちょっとお皿の上置いておいて、はい、はい、じゃあこれをいいですね、もう切ったので、ここにですね、これです、今日昆布茶、これをねちょっと全体に小さじ4分の1の昆布茶を、はい、かけておきますね。そしてまぶします、うん、全体にまぶしておきましょう。すぐね溶けてくれると思います。でこれが今日の技になります。塩でもいいんですけれども、はい、やっぱり昆布茶の方がうまみもありますのでね、塩気と、これでちょっと酒が締まりますのでね、こんな風に置いておきましょう。はい、はい、これでサーモンの準備もできました、はいはい、ではいきますね。基本のタレがもうね冷めていると思います、はい、これ青山さんちょっと味見してみられますか。あ、じゃあちょっと興味津々だったんで、はい、先生さんいきますか。あ、いいんですか。すごい気になってるんでしょ。じゃあもう、いや私も自分が本当恥ずかしいです、はい、だって醤油かけるつもりだったでしょ、はい、そう、はい、鮭といくら丼なんてすることないと思ってたらもう、あ、失礼しました。美味しいです。美味しいでしょ。ものすごい甘みと、はい、なんかお出汁のこう、うん、深い味がします、ね、これだけで美味しい。これだけで美味しいんですよ。そうなんです。しょっ辛くないです、なんか。でこの美味しいタレをですね、はい、これを大さじ2ほどボウルに入れます。美味しい、はい、で今大さじ2ここ取りました、はいはい、でこれにですね今日はこれごま油を入れます、はい、よいしょ、小さじ1のごま油が入りました、はい、これちょっと混ぜておきますね。これちょ醤油だと思ってた人本当に、はい、で先生さんこれでやるべきです。これでね少しこれじゃあいきましょうか、うん、はい、味を見てみてください。いや先生さん、このタレをいろいろアレンジできるんです、うん、そうなんです。で今日はこれごま油アレンジです。ちょっとさっきとの味との変化をお楽しみください。そうなんです。でこれがね今日の楽技になります。好きなやつでした。これえアボカドとかそうですそうですにも合いそうな、いろんなもの使えます。ドレッシング的な使い方もできます、ね、そうそう、はい、そうです、はい、でこれにあの今日の楽技でこれもいろんなこれやるべきでしたね。あの柚子胡椒ですとかわさびとか入れると簡単にアレンジができます。柚子胡椒入れてますかも、はい、今日はごま油加えましたけど柚子胡椒とかわさびとかでもいいという、はい、でこの中に先ほどのね酒を入れて、ここに入れ込むわけですね。わかった、確かに全体に伸ばしておきましょうね。でこれもうすぐでもいいんですけども、もし時間があれば 2,30 分置いておかれるとね、はい、いいかと思います。はい、おすすめは 2,30 分ですね。はい、はい、行きましょう、はい、そしてね薬味の方ね、はい、大葉をね切っていきますね。、はい、そんな興奮するタレで。いや浅はかでした本当に。そうですよね、はい、海鮮丼じゃなくてこれは鮭を美味しくいただくためのタレだったの。で大葉なんですけども軸取って、これをね粗みじんにしていきますね、はい、5ミリ幅ぐらいに切って、うん、ザクザクと、はい、ちょっと大葉は存在感がある感じですね。そうです、大葉って分かるようなね感じで切っていきますね。じゃあこれ、はい、ここへ、はい、いいですね。そして入れて、で今度はね柚子ですね、はい、もうこれあの皮を剥いてあります、うん、これをね細切りにしていきますね。これまた香りがいいですね。いいですよね。じゃあまとめていきましょうか。しょ、はい、じゃあこれねもう切ってるうちに香りが立ってきますよね、はい、じゃあそろそろ僕ご飯入れてきますね。そうですね、うん、すいません、はい、ご飯お願いします。先生さんお腹減ってます？ものすごい減ってます、はい、そしてさっきのタレでなんか、はい、食欲もちょっとこう増進させるような癖になる甘みが残りますよね、うん、そうですよね。あのサーモンも甘いしそのタレもね、うん、少しこう甘めでね、しかもあのタレがご飯にも合うんです。あ、いっそー、はい、でこれの上にね乗せていきますね、はい、盛り付けです、はい、これあの漬けダレも一緒に入れていっても大丈夫だと思います。はい、はい、でここのね真ん中ですね、真ん中にこのいくらね半量乗せますね、はい、
はい、いいですね。はい、マリンですね。大葉を散らしますね。はい、そして海苔ですね。はい、そしてこれ最後ですね、この千切りのね、柚子をイクラの上にね、ちょっと散らしましょう。はい、これがまたいいアクセントになってね。で、これで出来上がりです。あとはつけだれね、お好みによってということで、はい、つけだれも一緒に添えてください、はい、これでプラスしてくださいね。こちらで鮭とイクラの親子丼完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。サーモンには昆布茶をまぶして旨味をプラスしました。イクラは加熱したお酒につけることで風味がアップするんですね。プリッとなります。基本のタレにごま油を加えたり、柚子胡椒を加えたり、わさびを加えたりと、いろいろアレンジすることができます。このタレ作っておくと1ヶ月ほどね、日持ちしますんで、いろいろね、皆さんも作ってみてください。さあ、それでは泉水さん、どうぞ召し上がりください。いただきます。はい、確かにイクラもふっくらしてますね、うん、あー、なんて美しいんでしょう。鮭とイクラを一緒にご飯とがっつり、ね、おいしい。あー、ほんとだ。このタレご飯にも合いますね。合うでしょう。タレもお好みで足したりできますからね。うん、うん、しっかりサーモンにでもタレが染みてます、ちゃんと。あと昆布茶もいい仕事をしているんですよね。ちょっとこう旨味をね、うん、昆布茶なんですね、うん、このタレですけど、海鮮丼のタレの他には、まあ、ドレッシングっぽく使ってもいいですし、あの冷ややっこの上なんかかけてもいいですね。冷蔵庫で1ヶ月持ちます。ぜひ皆さんもこのタレね、レシピ通りに作ってみてください。さあ、明日は野菜ソムリエの花井さんに生姜ご飯の広島名付け丼を教えてもらいます。こちらもお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。